気づいたけど、きしめんでいい、冷たいきしめんあったらもう冷たいきしめんがいいな。あるでしょ、この時期なら黒きしめんあるでしょ。冷やしかき揚げきしめんあるじゃん、あるじゃん、きしめんでしょ、よし、よいしょ、痛かった。結局冷たいのがもう売り切りになっとったんで、もう閉店間際だったんで、多分なってましたもんね。ああでもうまかった。結局も暖かくなって、だいぶ冷たくなってきたんで、暖かいので全然良かった、正解。さあ、ただ快速麺には乗り遅れましたね、失敗した。まあいいや、こっちか、もうそれでしたね、のんびり帰ろう。最後の快速に間に合ったんやけど、ね、あ、こんなとこにこんな残ってんだ、昔の名残ですよね。あ、こんなところにこんな残ってたんだ、昔の名残ですよね。ペットボトルのゴミ袋がないけど N700 円とか出るじゃないですか。帰ってきた。よく帰って。あ、そうか、向こう側か。日本人選手やったでね。ってことで、21時32分。5時39分だったっけ ?5 時39分で買ったんだったんやから。まるっと16時間。いやー、弾丸日帰りでしたね。ようやったな。これまだ最終ではないか。まだ今21時30分で40分、50分、まだまだありますもんね。これが疲れた。そうか、快速麺間に合っとったら20時35分には、そんな早い。まあいいや、深く考えやんとこ。まあ、とりあえず無事帰ってきたんで総括しましょう。まあとりあえず、疲れた、まあ、特に何も思い残すことはないですけど、久しぶりにフルになりましたしね。で残りね、あ、これでねとりあえず1日フルに使いましたけど、残りがダメだ、使おう、もう登る記憶はわからん。でこれでね、1日まあ使い倒しました。まあね、途中とかでね、使うのに乗車券別途買ってましたけど、まあどれ工程の料金計算しますけど、これ普通の切符でやったらこれくらいかかりますんでね、6円だけど1万2050円やから、2410円か、2410円もなんか1回やったら、
ってことはこれ膨れお得です。後で計算しておきます。なんでね、絶対お得にはなってるんで、ですからね、とにかくね普通電車にこだわってね行っとると、どうしても乗車もね制限がされますからね、使うところはねしっかりと使ってね、行くとさらにね青春18切符楽しめるんじゃないかなということでね、そういう訴求もねしていけたらなと思っております。どうなんだろうね、次どうすんだ、あと4回どうしような、まあ、とりあえず終わっとこうかな。あ、いつだかな、あ、すいません、いいですか、はい、どうぞ、はい、さあ、外であとはね、家に帰るまでが遠足ですからね、家に帰るまでが撮影ですからね、うちの場合は。あと使えるところだったら一応カメラ回しておきますけど、言うてもらしたからね、細いとなんやかんや道中回しとったら結構行ってますからね。よし、とりあえず帰ろう、気をつけて帰ります。ではここまで長田くんのご視聴ありがとうございました。どんな感じになってんだろうね、最後どうしてんだろうね、はあ、いいや、編集しながら考えよう。あ、そう、あの締めた後のエピログになったけど、これね多分あのうちって結構ね年末に撮ったやつがねゴールデンウィークに上がったりとかっていうぐらい、まあね結構4ヶ月5ヶ月ディレイしてね、アップロードかかることが多いですけど、今回はねもう分かってるんで、これお盆にあげる企画なんで、で7月の下旬に撮ってるんで、今回結構キンキンで撮ってるんでね、まさかね逆算してねお盆にも出てきた企画がねあんなにねしゃばい企画だとは思わなかったんで、さすがにあれだけでお盆を乗り切れることはないと思ったんでね、慌ててもう一本今これ撮って、いやこれから急いで編集してお盆に1日2本投稿できるようにね頑張りますんでね、結構ねこんな地獄なんですよ。さらにニコニコ動画も500本投稿しないといけないというね、わけのわからんプランになってますからね、皆さんいろいろとお楽しみいただければと思います。以上です、ご視聴ありがとうございました。ちょうど波動枠で終わったよ。